はい、皆さんこんにちは、 MG でございます。本日もやっていきましょう。エピックバトルシミュレーター、イエーイ。ということでですね、皆様今までいろんなアンケートお答えいただき誠にありがとうございます。そしてね、毎回毎回すごくたくさんのグッドボタン、本当にありがとうございます。やっぱね、いただくと本当にモチベーションになるんで、ぜひね、今日の動画もたくさんのグッドボタン、そしてチャンネル登録、たまにねコメントなんてもらえると嬉しく思います。でね、今日誰を使っていくの、いやどの課金キャラを使うのかっていうとね、結構ね、意外とリクエストが多かった炎のドラゴンですね。今日はこれね、やっと使えるって感じです。もうこのステージ何だか忘れちゃったんですけど、とりあえず、ね、炎のドラゴン使っていきましょう。で、炎のドラゴンに対してですね、やっぱこの人を、純粋に生かして戦いたいんで、もう単純に炎のドラゴン守りましょう守りましょう。単純に守った挙句、まあ8、いや5体だな、ないと。でもって炎のドラゴンでフィニッシュと。もうこれ完璧ですね。もう炎ドラゴン戦ってる姿見たかったです。ということで、ぜひ今日の動画もグッドボタン、チャンネル登録お願いします。じゃあ行きましょう。うお、すげえすげえすげえ、待て、お、突っ込む。ああなるほど、時間がね、こう半永久的っていうか、なんかこうバーって継続で、ちょ関係ないよそこ、継続的に攻撃するパターンなのね、炎のドラゴンね。なるほどね。あ、いいですね。ただ敵大量に残ってるよ敵大量に残ってるよ。ドラゴンどうすんどうすん、この距離まで近づいて、いや待て、超近距離まで行くじゃねえか。何するんだ何するんだ、ボーシャー待って、この火吹く姿さ、シャコーって吹いてるけど、火力やばくね、火力ぶっ壊れじゃないこれ待って、これ最強すぎる、こいつ最強すぎるわ。で、ピストレル2体に撃たれてるけど、ビクともしない。そして、近づき、ボーシャーこれはね、マジ、お、ビビった。これはね、マジで強すぎる。これ、やばいですよ。これ、まずいですよ、ちょっと。ちょっとね、火力が半端じゃない、これ。どうしようかな。これ、逆にさ、どうにかして手前のところで、歩兵を大量に出して敵を抑えてる状況で炎のドラゴンだけとかでも強いと思うんですよね。まあ、前線である程度削るだけ削ったりとかして、敵をまとめるだけまとめちゃったところに炎のドラゴンが突っ込むと、これやばいですよこの火力、おっと、ちょっとこれはこっち側のマスケットが辛いですね。さあ燃やしていくスタイル、こっちまでは燃やせない、もうちょい前に出した方が良さげでしたね。なるほど。こんな劇的にめちゃめちゃ不利な状況で勝てるのか。さあ、炎のドラゴンでも AI は少し頭が弱いご様子。いや、この数やばいよ。もうこれ死にますね。炎のドラゴンもうこれ負けます。もう倒れますね。倒れないが、倒れてしまったこれはね、予想外でしたね、正直。ここにね、マスケットがこんなに大量配置されてるとは正直思ってなかったです。ちょっと残念です、その点。いや、これはね、炎のドラゴン突っ込ませよ。これはもう行くしかない。これはもう行くしかないですね。なので、こっち TNT と、ナイト3体ぐらいで処理して、ドラゴン側ですね。ちょっと囲っていきましょう。できればコマンドあたりのスピード勝負もしつつ、ドラゴンですね。600か。これでいいかな。じゃあ、あとはクラシックで、ピストレルの出して終わりましょう。おなるほど。ピストレル50だったから。じゃあ、ウォリアでいいかな。あー、これ手前に出したここら辺ですよね。ここら辺ちょっと、マスケットサイドに行ってくれんじゃないのかなーっていう淡い期待があったが、行ってくれない。ちょっとこれで一つ AI の癖が分かりましたね。一番手前にいるキャラクターに吸い込まれる設定のようです。いや、ふけ、いけ、見せろ、お前の力を、ドラゴンよー、やーべえ待って、今さ、完全に一人で全員やったよね。火一吹きで全員やったよね。これ、やばすぎだろ、炎のドラゴン。やばい、強すぎる。これ、やばいわ、みんな。僕の一番好きなキャラがね、生まれた今。炎のドラゴンだわ。
これ面白いわ。ちょっと面白いから忍者とか出しちゃう。なんか忍者とか出しちゃう。で、なんかさ、ちょろっとこう囲んで。まあ一緒一緒。炎のドラゴン強いから。なるほど。前線に弓矢系シャコシャコ系がいますね。なるほど。これは、なんだ、キャノンクルーかな？キャノンクルーって名前はいないか、このゲームに。さあ、来ますね。なるほど。でもって、炎のドラゴンが、よ、敵いっぱい来るでしょ。で、火吹きます。完全除去。ただ、第2波が近づいてくるが、攻撃頻度が非常に高い。いやー、これきついっすね。これダメですね。マスケットまで届かなそうです。残念ながら。いやー、これは想定外でした。完全にここはね、想定外の事態でした。なるほどね。だとしたら、ここはね、奇跡の共演だね。炎のドラゴン。ここは、明治かなー。明治あたりかなー。んでもって、ちょっと、ディフェンダーあたりをパパパパパーっといっぱい出しといて、アーチャーあたりでいいかなー。まあ、これでいいでしょう。明治とファイアドラゴン。さあ、奇跡の共演。ただ、相手に対してはですね、ここら辺。あまりイメージもドラゴンもどちらとも刺さらないような構成です。そんな構成でも僕はあえて出してみました。やっぱね、こういう状況だからこそ分かることがあります。それはこの課金キャラの性能ですよね。何よりこの課金キャラの性能を測るにはどれだけ不利な状況で、いやー来たよ、これやばい、やばすぎー。あーでも炎のドラゴンやられてしまう。これはね、やっぱ振りすぎますね。さすがにちょっとフリマッチすぎます。これはさすがにね、残念です。もうちょいね、有利な状況下で出していけたらね、面白、あ、ビビった、面白かったんじゃないかなと思いました。ではですね、ここで一つやっていきましょう。オンラインですね。このオンラインで炎のドラゴンを使ったらどうなるのかね、実際にやっていきたいと思います。ここはね、1匹単体出していきましょう。相手は63ですね。よろしくお願いします。じゃあ、ファイアドラゴンですね。で、相手は結構、前線出してくると思うんで、まあ、巨人あたりが来るでしょう、ベタに。ベタに巨人あたりが来ると思うんで、TNT とジャイアントでここは処理していきます。で、さらに後衛ですね。粘った時用の、マスケット。そしてこの弓系。これはなんだ？これ、ボウガンっていうのかな？ボウガン系男子も入れちゃって、で、アーチャーも入れます。攻撃速度の違うキャラを入れることによって、できる限り、相手をノックバックさせていく作戦としています。で、さらに忍者あたりもね、入れちゃったりして、これでぴったり5000になります。では、オンライン対戦、炎のドラゴン編、やっていきたいと思います。いくぞ。勝つぞ。さあ、ディフェンダーに、おーっと、騎馬兵が多い。さあ、TNT、爆破、爆破、爆破。さあ、炎のドラゴンだ。火を吹いていくが、なるほど、一体も倒れない。ただダメージは加算されてますね、確実に。さあ、ここで炎のドラゴンがこっちの巨人軍に行くが、実際勝てるのか。さあ、 MG 軍の巨人はボコボコだが、炎のドラゴンが火を吹く。超火力。全員やっていく、素晴らしい。そしてこっち側ですね、上にあれですね、完全に上でなんだ、やってけみたいなあれが出せたんで、もうね、完璧です。もう圧勝すぎます、これは。ちょっと強すぎますね。じゃあ、カスタムバトル一回やってみましょうか。ファイアドラゴン VS、ジャイアント出してみましょうかね。600なんで、ちょうど4体で済みますと。まあ、これぐらいでいいでしょう。行ってみましょう。さあ、これぐらいで実際どうなのかね、火力やヘルスあたりもちょっと見ていきましょう。カスタムバトルだと上には飛ばないですね。近距離のみの戦闘です。さあ、火吹きますね。なるほど。単発では一体も倒れない。2発目の火を吹くが一体も倒れない。さあ、ここで16発近くパンチを食らい、炎をビビった。炎のドラゴンはやられてしまいました。はい、ということで皆様、最後までご視聴いただきありがとうございました。今日ですね、炎のドラゴン編いかがだったでしょうか。非常にね、
火力が高い、そして攻撃頻度も高く、やっぱね最強キャラにふさわしいね一体だと私は思いましたが、皆さんいかがだったでしょうか。ぜひですね今日の動画もグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。なんと次回は課金キャラ対決となりますんでお楽しみください。じゃあ以上、夢でした。また明日お会いしましょう。バイバーイ。